35歳女性です。お付き合いしている彼が25歳上で、最近すごく太って病気など心配です。痩せてほしいのですが、彼曰く走ればすぐ痩せるからと言ってすぐ行動に移してくれそうもないです。お尻をたくにはどうしたらいいですか。走っても痩せないですね。まず、まあ走って痩せる人はもうすでに痩せてますよね。てかそもそも走っても消費されるカロリーなんてごくわずかなので、おにぎり1個あのカロリーを燃やそうと思ったら何キロ走らなくちゃいけないかって考えたら結構絶望できる。だ運動で痩せる人ってそんなにないですよね。カロリー制限とかじゃないと痩せないから、走って痩せるは多分ないので、てかそれで痩せると思ってる時点で結構終わってるかなと思います。病気の前に多分あれですね、あの認知能力が下がるので、そっちの問題の方がでかいかもしれないですね。まあでも25歳上ってことは60か、35歳の25歳上って、それどころじゃないっすね。これはそこじゃないですね。走るとかじゃないです。もう多分代謝下がってるし痩せれないと思うんで、まあ、断食リンゲインズとかその16時間断食とかちゃんとやって、多分体をがっつり直していかないと結構きついと思いますよ、60は。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。